ストリングヒットとメロディーの音を同時に弾こう。アコースティックギターのチャって音、好きな人多いと思います。自分も大好きです。リズムを刻みながら演奏できたらかっこいいですよね。ここで問題です。メロディーとストリングヒットのタイミングが重なってしまったらどうしますか？はい、同時に弾いてしまいましょう。いろいろなやり方がありますので2つご紹介します。まずはストリングヒットと同時にストロークする方法、一番主流だと思います。鳴らしたいメロディーの弦をピンポイントで狙うのが難しいです。もう一つはストリングヒットと同時にピッキングをする方法です。こちらは単純に難しいです。正解はないので、自分の手の形や動かし方に合ったやり方を研究してみてくださいね。楽しむことが大切です。レッツエンジョイ。